アブタ東屋湖インターチェンジは、北海道アブタ郡東屋湖町三豊にある、道自動車道のインターチェンジである。上り線の場合、豊浦市外への最寄り IC となっている。共用開始当初は、現在の位置よりも 2.3km ほど、室蘭方面寄りに設けられていたが、2007年12月21日の国道230号新ルート開通に伴い、東 IC も、 新ルート上に移設された。通常の方面、車線及び出口の予告標識は IC 出口の1トルと5 0 0ル手前に設けられることが多いが、アブタ東屋 IC の上り線には手前に東屋トンネルが、下り線には手前にアブタトンネルと青葉トンネルがあるため、上り線の東屋トンネル手前に1 6トル東屋トンネルを抜けた。 直後の橋梁直前に300メートルの標識と、下り線のアブタトンネル手前に1.5キロメートル、青葉トンネル直前に700メートルの標識を設置している。アブタ東ヤコ IC の上り線側手前5キロメートルと下り線側手前2キロメートルに設置の方面と距離標識カ部ブに A 分の補助標識が取り付けられているが、 これは2008年7月7日から7月9日まで行われた北海道東野湖サミットに合わせ開催直前に追加されたものである。なお、上り側 5km 手前の標識は旧虻東野湖 IC の手前に km を示す方面と距離標識を現 IC の距離に置き換えたものである。ありがとうございます。